さあ、始まりました。マチェさんチャンネル。さあ、入るのが難しい企業入社難易度ランキングということでですね。はい、入るのが大変な企業。まあ、これを見るとね、学歴やんって思うんですけどね。大学入学時の難易度が高い、つまり地頭が良い学生は、就活でどのような企業を志望し就職しているのだろうか。また、企業はどのようなレベルの大学をターゲットとして採用活動を行い、実際にどんな学生を採用しているのだろうか。これを知るための指標として、大学通信は大学へのアンケート調査で収集している企業別就職者数と大学入学時の偏差値を組み合わせて、企業入社難易度を算出した。だから偏差値で算出してるんで。なので、まあ、なんかね、学歴じゃないぜとかっていうことすら言えないランキングになってますね。学歴というか、まあ、偏差値で作られたランキングですからね。つまり、まあ、いい大学じゃないと入れないよみたいなやつね。で、業種ごとに入るのが難しい企業をランキングし、合わせてその業種にどの大学が強いのかを見ていくと。今回は学生の人気が高い商社コンサル編ということで、はい、なるほどね。商社コンサルの中で入りにくい、つまりはまあいい大学の人たちがいっぱいいるのはどこってことですね、はい、1位マッキンゼー、はい、マッキンゼー&カンパニージャパン。そして2位がボストンコンサルティンググループ。ボストンコンサルティンググループは全業種を対象にした入社難易度の総合ランキングでもそれぞれ1位と2位とか、あ、総合でもなんだ。すごいね。ここは今有名だからね、やっぱマッキンゼーってね。全然なんか会社名とか知らないとかっていう人でも知ってることが多いと思いますね。で、外資系コンサル2社に続くのは総合商社の三菱商事、住友商事、三井物産。この上位5社は総合ランキングでもベスト10に入っており、入るのが難しい代表的な企業と言えるでしょうと。就活で総合商社とコンサルの両方を掛け持ちする難関大学の学生も少なくない。総合商社が100人前後の新卒を採用するのに対して1位2位の外資コンサルは採用数が20から50人前後と少ないことも両社の入社難易度を引き上げていると。そうそうだね。1位のマッキンゼーは企業の事業戦略や M&A 戦略、新規事業立案など課題解決のための戦略提案を行う戦略系コンサルの最大手。採用判明者51人のうち東京大学は40人。もう圧倒的だね。東大8割だ。と突出して多い。それ以外は慶応義塾大学5人。お京都大学3人。北海道大、東京外語大、早稲田が各1名となっていると。入社難易度 68.9。偏差値で作ってるんだろうね。東京大の入試難易度70に近いと。ああ、なるほどね。2位の BCG、ボストンコンサルティングの方は、1966年に東京オフィスを開設し、日本に最初に進出した戦略系コンサル、採用判明者は20人と、マッキンゼーの4割程度だが、採用大学の偏りが少なく、東京大学6人、京都大5人、慶応義塾大学3人、東京工業大と早稲田大が2位、大阪大と国際教養大学が各1位。おー、国際教養大入ってますね。やっぱ英語もできるしね。慶応はやっぱ強いね。早稲田より全然人数少ないのにさ。こう見るとすごいね。どっちも早稲田より多いもんね。外資系コンサルは高い給与水準に加えて、若手のうちから大規模なプロジェクトに関われる点など、やりがいが自己成長を求める学生にとっては魅力的に映るようだ。仕事の幅が広く、様々なスキルが身につくほか、社内外の優秀な人材との人脈を築けることから、コンサルの仕事をステップに企業やキャリアアップを目指すケースも少なくない。これは言われてますよね。マッキンゼの出身者には TNA 会長の難波智子、ビジネスブレイクスルー大学学長大前健一、有名ですね。慶応義塾大学教授の阿高和人さんかな。 BCG の出身者にはライフネット生命創業者の岩瀬大福助、ドリームインキュベーター創業者の堀光一らの各氏がいると。3位からは総合商社が続く。3位が三菱商事、4位が住友商事、5位が三井物産。三菱商事や三井物産と収益を競うまでに成長した6位の伊藤忠商事、伊藤忠ね、夢ね。昨年の8位から順位を上げた。この4社に10位の丸紅を加えた5大商社は総合商社の中でも特に難関大学の学生の人気が高い。そうですね、これも変わんないよね。5大商社の 63% は5大学の出身者。総合商社は原料炭や原油、ガスなどの資源高を背景に収益を伸ばしており、2022年3月期の連結決算は大手7社全てで最高益になった。そうなんだ。中でも三菱商事と三菱物産の連結純利益は、商社で初めて9000億円を超えた。三菱商事の採用数が多い大学は、慶応義塾大学25人、1位ですけど、東京大学21人、早稲田20人、京都大学6人、東京工業大、一橋大、大阪大5人など、住友商事は慶応義塾大学22人、
早稲田大16人、東京大学12人、京都大学8人、大阪大学7人など。三井物産は慶応義塾大学28人、東京大19人、早稲田と上智各6人と一橋と京大各5人となった。慶応だよやっぱり。すごいね。伊藤忠は、慶応19人、早稲田14人、東京大学9人、一橋大、京都大、神戸大7人、丸紅は早稲田20人。あ、丸紅は早稲田多いね。慶応19人、東京大学と一橋大、各10人などとなっていると。五大商社には計512人の採用判明者がいるが、一人でも採用になった大学はアンケートに回答した557大学中40大学に過ぎないと。おお。その中でも、慶応義塾大学113人、早稲田76人、東京大学71人、一橋大32人、京都大31人からの採用が多く、この5大学からの採用が5社全体の 63.1% を占める。うん、そうですね。まあ、こんなになんか似たような話は前に1回取り上げたと思うんですが、やっぱ慶応が圧勝ですよ。強い。7位と8位には戦略立案から業務改善、システム構築、運用まで行う総合系コンサルのデロイト、トーマツコンサルティング、ああはいはい、PWC コンサルティングが入った。業務内容が多岐にわたる総合系コンサルは戦略系コンサルに比べて採用数が多く、難関大学からの採用が多いものの、採用大学の裾野が広い。DTC デロイトですね。慶応義塾大学25人、東京大学、早稲田大学11人、東京工業大7人、京都大と上智大6人など24大学。PWC コンサルティングは慶応義塾大学83人、多いね。早稲田59人、東京大学21人、東京工業大19人、上智大17人など39大学。準要員のアクセンチュアは採用判明数が700人近くに上り、採用大学は慶応義塾大学88人、早稲田87人、東京大学53人、大阪大28人、東京理科大27人など85大学。採用数が多い分、採用大学も広がっていると。まあまあそうですよね。外資系コンサルが上位に並ぶ中、9位に日本初、アジア初のグローバルコンサルティングファームを掲げるアビームコンサルティング、11位に野村総合研究所が入っている。はいはい、12位はトヨタグループのトヨタ通商、13位は双日と総合商社が入った。表中のコンサル7社の大学別採用数を集計すると、1位慶応義塾大学290人。2位は早稲田大学238人、3位東京大学176人、4位東京工業と大阪大70人、6位京都大学68人、7位東京理科大59人、8位上智大54人、9位明治大46人、あ、明治入ったね。10位一橋大43人となって、一橋、行きましょう。IT 技術が不可欠になっていることもあり、理工大学が2大学ランクインしている。表中の商社の計18社の大学採用数は1位慶応義塾大学423人、2位早稲田343人、3位東京大253人、4位大阪大110人、5位京都大109人、6位東京工業大85人、7位上智大82人、8位一橋79人、9位東京理科大65人、理科大と、10位明治大62人となっている慶応義塾大学が頭一つ抜けており、早稲田や東京大など難関大学が続く結果となっている。なるほどね。やっぱりすごいよね。慶応はここ頭一つ抜けてると言われてもやっぱおかしくないですね。過言ではありません。さあどうですか、皆さんもぜひコンサルとかね、商社目指す方は慶応一度考えてみてはいかがでしょうか。まあ、他のねこともあったら違うと思いますが、まあ、ちょっと特殊なランキングではありますが、偏差値と合わせてランクを出すっていうのはなんか珍しいといえば珍しいですし、面白いといえば面白いかなと思います。はい、いろんな異論もあるとは思うんですけど、ぜひとも、お聞かせください。はい、ランキングと思われたかですね、その他のランキングも一応貼っております。はい、引用箇所は概要欄にありますので、ぜひ見てみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.